肝門脈、門脈、門脈、A、ポータルベイン、ラ、ビーナポルテとは解剖学の概念で2つの毛細血管網に挟まれた血管を指す。一般には消化管を流れた血液が集まって肝臓へと注ぎ込む部分の血管、肝門脈を指すことが多い。人の血管系では通常心臓動脈、毛細血管毛静脈、心臓と血液が流れるが、 特殊な場合として、心臓動脈、毛細血管毛素の1門脈、毛細血管毛素の2乗脈、心臓という構成がある。門脈は特に上腸管膜静脈と非常脈が合流し、肝臓へ向かう部分の血管を指すことが多い。門脈は、消化管、水臓及び脾臓からの血液を受け、消化管で吸収された栄養分や解毒すべき成分を含んだ血液を、 肝臓に運ぶ血管である。肝臓を通るべき一部の血液が門脈を通らず、迂回して、静脈系に注ぐ、側腹が形成されることもある。肝甲変等によって、門脈の血圧が上昇する門脈圧更新症では、食道静脈瘤、異静脈瘤、肛門付近の静脈瘤などが出現し、さらに静脈瘤から側腹を介して血流が、静脈系につながることがある。 メデューサの頭も即腹循環経路の一つとされる。ありがとうございます。